皆さんこんばんは、ヨシです。ローズ、猫、猫ローズ、猫ローズ、意味深だね。皆さんこんばんは、ヨシ。金玉、ピンク色のウンティ、金玉ウンティ、意味深、もっこりハート、金玉ウンティもっこりハート、意味深だね。皆さんこんばんは、ヤシです。5月23日月曜日、あと、8ヶ月したらクリスマスイブイブ。大丈夫、彼氏できる？クリスマスイブイブまでに彼氏、あと8ヶ月で彼氏できますか？なんとかしたいね。大丈夫かね。あと7ヶ月だ。もう、総称、焦りからもう、数も数えられなくなりました。大体ね、毎年そうなんですよ。大体、梅雨、夏に差し掛かる頃から、コメント欄もね、だんだん分かれてきます、意見が。年末、年始はね、皆さんこう、大丈夫、今年こそできるよっていう応援なんですけど、だんだん6月くらいから、心配だねっていうコメントも増えてくるんですよね。さあ、ということで皆さん、本日もいろいろ食べるよということで、いろんな食材を食べてまいりますけれども、火曜日の本日は、野菜明日出ます。すまん、今日火曜日だ、忘れてた。すまん、投票結果も出ました。次から次にね。本日の投票、ヤッシーの前髪は A ザリザリ、 B ジョリジョリ、 C ブリブリということで伺ってましたが、あ、 C のブリブリと結構拮抗しましたが、 B ジョリジョリ、 45.71%、 45% の方がヤッシーの前髪はジョリジョリだと思われているそうです。試してみる。ジョリジョリかい。アンジェリーナ前髪って呼んで。いや、本当にね。あ、ごめんなさい。ちょっと待って。コメント、ちょっと待ってね。草は明日。草予告。そうです。毎週ね、火曜日と木曜日野菜食べてるんですけど、ちょっと今日、草、ごめんなさい。ちょっと、下ごしらえがね。下準備が。すまへん、ちょっと明日食べ、忘れてた。そう、今日火曜日だよね。さあ、ということで皆さん、明日は草、明日は野菜です。さあ、ということで今日は野菜し、お菓子縛りでお送りしてまいりますので、どうぞお楽しみに。今日のね、オープニングトークなんですけど、なんかね、毎年私、推しのゲイバーの店子さんを、まあ、一人ないし、二人作るようにしてるんですよ。二
二人ね、推しの店子さん作るんだけど、今年のね、春から新しい新規のゲイバーに行くようになって、そこにはね、今年から推している一人、店子さんがいるんだけれども、一人すごい気になってる人がいて、で、その人は、気になってただけだったの。うん。で、あ、気になるな、なんかどっかで会えたらいいな、っていうことを、この間、いつも行くゲイバーに行って、そのゲイバーで、よくね、いつもお話しする店子さんに言ったの、ねえねえねえ、最近あの人のこと気になるんですよ。誰々の SNS に載ってて、あの人、名前は何々さんって言うみたいなんだけど、って、もう、全然気にしてないんだけど、うん、そういう人いるよね、みたいな風を装って。何々さんって言いますよね、みたいな。で、言ったら、ああ、何々さんですか？どこどこの店子ですよって、会える。って思って、もうね、そこ、もう全然だよ。全然気にしてない手を装って、ちなみにどこの店いるんですか？本当はめっちゃ聞きたい。本当はもうめっちゃ聞きたいよ。でも、もう平然をよそ、どこの店にいるんですか？何々っていう店？ああ、行ったことない。どこにあるんですか？場所って言って。もう、店の名前言われた瞬間に、私分かったの？行ったことないんだけど、場所は、やっぱほら、有名な店ってさ、もう、大体なんとなくどこにあるかとか、二丁目もね、限られたエリアだから、通ったら分かんない。あ、ここにあの店あるんだとかって分かるから、もう聞いた瞬間に、あそこの店なんだって思ったんだよ。思ってたの内心ね。でもね、どこでしたっけその店。演技しまくって。どこの店、二丁目の、スキーありますよね。あそこ曲がって、とかって言いながら。気が多い前髪系だからね。で、そしたらさ、もう本当になんかちょっと運命感じちゃうんだけど、その人が、今度ね、お店入られてるんです。行きたいと思ったんだけどね、もう土平日、行きたいなって思ったんだけどね。いやね、そう、東京に住んでるからね、全然行こうと思えば行けるんだけどさ、行って、お腹鳴っちゃった。いろいろあるよね。おお、ちょっとね、そう、新たな、推しを見つけたと思ったら、お腹の音が鳴るっていう話です。さあ、ということで、皆さんありがとうございます。たくさんネイルね、気づいてくださってありがとうございます。今回ね、ネイルはこれに来ました。緑色のね、ハートをにしました。今回、緑色のハートのネイルにしております。で、この週末と金土日、3日前、4日前のね、金土日、ネイルしてもらって、いつものネイリストさんにネイルしてもらって、すごい可愛いとかって思って、で、ネイルしたその日に、ちょっと用事があって、仲のいいね、短髪ガチムチの姉さん、その歳、40何歩なんだけど、全然年上の姉さんにお会いしてね、あら、あんたまた新しいネイルしたのって言われて、あ、そうなんですよ、可愛いですよねって言ったら、私のこのネイル見てね、その40歳オーバーの短髪ガチムチの姉さんが私のネイル見て言った一言が、刻みネギみたいねって。大喧嘩。姉さん、ネギのことを真剣に考えたことありますとかって言って。
私もちょっとわけのわかんない怒り方して。姉さん、ネギのことちゃんと考えたことあります？ネギと向き合ってないからそういうこと言うんですよ。刻みネギみたいねって言われちゃって。やだーとかって思って。もうこれだからセンスのない単発ガチムチはって言ってね、大喧嘩。そんなことが来ました。でね、あとね、ちょっとね、エフェクト撮るんですけど、髪の毛もね、切ったの、早速もう気づいてもらっちゃって、髪の毛もね、切りました。もう、やっぱり、単発、そんじょそこらの単発ガチムチとは違って、皆さんすぐ、髪の男も間から脳みそ出てきちゃった。新しいヘアカットしたばっかりの前髪の間から脳みそ出てきちゃった前髪の間から脳みそ出てきちゃった前髪の間から脳みそ出てきちゃった前髪の間から脳みそ前髪の間から脳みそだ前髪の間から脳みそ出てきた前髪の間から脳みそ出てきちゃった。ハッシュタグ、前髪の間から脳みそ。本当ね、皆さんありがとうございます。私のね、間から、私の前髪の間から脳みそを出させるなんて、皆さんだけですよ前髪の間から脳みそ出てきちゃったさあ食べていこうか出た前髪の間から脳みそ出てきちゃった食べていこうと思います本日お菓子縛りです。では本日のですね、一つ目の、ね、食材いきたいと思います。こちらだん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 、小池屋プライドポテト、推し食材。日本の推し食材、小池屋プライドポテト、神戸ビーフ甘辛醤油仕立てでーす。美味しそうだよね。サシの入った美味しそうなお肉。推しね、うん、推し食材。どんな味するのかしら。プライドポテト、日本が世界に誇る文化や風土、歴史と伝統が詰まったその魅力を老舗小池屋がプライドをかけて作り出す美味しさを通じて届けたい、そんな思いから生まれた、ポテトチップスです。神戸ビーフ、兵庫県産丹波牛、あれ丹波って兵庫、あれ愛知、んあれ兵庫って丹波だっけ、あれ丹波の黒豆とかってあれ兵庫だっけ、あれ愛知、あれえ兵庫だっけ、丹波牛って書いてある、あの丹波、あの丹波かな。丹波牛の中でも厳しい基準をクリアした神戸ビーフ、上品な甘みのある赤身と脂肪の香りが絶妙に溶け合う美味しさに、兵庫伝統の東丸醤油の淡口醤油を合わせ、すき焼きのような味わいに仕上げました。だって。丹波の黒豆って兵庫でした。あれなんか私間違ってるな。あれ愛知にも丹波地方、あ、違うか。丹波地方って言ったら兵庫だよね。あれなんかと間違っちゃってるな。丹波の黒豆。ねえ、丹波って美味しいものいっぱいあるよね、食材ね。やっぱ京都が近いから食、こう、なんか食材を育てる、こう、気候風土文化が育まれているのかな、ね。もっと知りたくなる、楽しくなる、神戸暮らし。神戸は海も山もおしゃれな街もいろんな表情を持つ都市で、それぞれの神戸暮らしを楽しめます。自然の恵みと国際色豊かな文化に彩られた食にも出会えます。神戸で豊かな暮らしと食をお楽しみください。だって神戸行ったことないんだよね。ロマンチックなんだろうなーって思いながら、一回行ってみたいなーって思いながら行ったことないです。食べていきましょう。
あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。びっくりした。今、袋をね、パッと開けた瞬間、ここのね、端っこがね、キュッてなって、大丈夫だね。危な危な。また流血しちゃうところでしたよ。皆さんにね、ちゃんとお伝えしとかなくてはいけません。ASMR 配信は、食うか、食われるかなんですよ。ちょっと鼻ほじるね。なんかさ、やっぱさ、ダメなんだよね。なんか、ムヌムヌしちゃって。前髪の間から脳みそ出てきちゃった。さあ、食べていきましょう。前もさ、言ったんだけどさ、私、関西の男の子すごい好き。関西のゲイはね、可愛い。さあ、食べていきます。よいしょ。OK。匂いね、あのね、かなりずっしりした牛の脂身、結構ずっしりしてます。結構ね、箱の中身はなんだろうなゲームしたら、もうこれはね、牛だって一発でわかるね。あ、前髪の間から脳みそ出てきちゃった。食べていきましょう。あ、ハートだハートだおーおー意外とこういうのテンション上がるタイプです。食べてこうね、食べてこうね、うん。脳みそ出てきちゃった。あれ？ちょっともう一枚。もう二枚。やっぱりだ。全然ね、牛さんの、この牛の脂身、ずっしりした牛の脂身感じれるんですけど、もう、私みたいなね、ボロ雑巾のような前髪系が言う、たわごとだと思って、スルーしてほしいんですけれども、なんか、正直にね、正直に言うと、もう笑い話よ、ジョークなんだけど、正直に言うと、一口目食べたとき、あれ？シーチキン？いやなんかね、感じたのよね。シーチキン。なんかさ、シーチキンの中でも、缶詰から開けて直後じゃないの。缶詰から開けて、パンに挟んで、そのままオーブントースターでティン。シーチキンの端っこが、こう、淡いピンクじゃなくて、ちょっと茶色くなっ
ってる感じのシーチキンを食べた時みたいな味。ああ。なんかね、ちょっとシーチキンを感じちゃった。なんでだろう。もうちょっと食べます。あ、ごめんなさい。急なんだけど、一個モノマネしていい？もう、あのね、最近、また、時と無一郎キュンの熱がすごい上がってきてて、あの、鬼滅の刃。で、理由っていうのが、先週、先々週までは、炭治郎と禰豆子と玄弥キュンが、あの、結構、シーンとしてね、長く映ってたんだけれども、前回と前々回から無一郎キュンのシーンが増えてきて、なんかまた私の中で、こう、無一郎キュンのモノマネを習得したいっていう熱が、またふつふつと上がってきたのね。ちょっとね、もう本当に最近すごい似てるから、ちょっと聞いてもらっていい？いくよ。金森さん、知らない？僕の新しい刀鍛冶なんだけど、どう？昆布頭って僕のこと？結構私似てきたと思うんだよね。うん、昆布頭って僕のこと？だんだん似てきてるでしょ？やっぱね、これがね、鍛錬ですよ。よしだよ。さすがですよ。うん、似てるっていうコメントもね、嬉しい。すごく嬉しいです。でも一方でそこで、あえて、ヤッシーがいるよ。ヤッシーだよ。っていう風なコメント、その、ツッコミ、さすがですよ。鍛錬とは。でもね、最近ちょっとね、自分でやりながら、あれ、だいぶ似てきたって思う。うん。金森さん、知らない？声がすごく大きい。早く鍵をよこしなよ。昆布頭って、僕のこと？はね、あの、思い出してる。あ、思い出してる時の私。なんて言ってたっけ。さあ、もう一枚ぐらい食べようね。うん、うん。ずっしりした牛の脂身、旨味って言ったんだけどね、胃もたれするような脂身じゃなくて、どこかね、こう、フルーティー、こうちょっとリンゴを思わせるようなフルーティーさがあります。この甘辛醤油がそうさせるのかな？なんかね、ほんとね、しっかり濃い味なんだけれども、フルーティーな旨味だから、もたれる感じがない。でも、相当牛の旨味をギュギュギュッと詰まってます。牛だけにね。旨味は、ギュギュギュッと詰まってます。牛だけにね。やつ見つけた際にはぜひ。昆布前髪って僕のこと？
びっくりした。濡れちゃった。濡れ前髪。ここ、飲んだらここにガーンってぶつかってさ、出てきたのよ、こう、ボン、ボン。次の食材行くね。本日次の食材はこちら。ダン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 ダダン。セブンイレブン、こだわり岩塩を使った、うま塩味フライドポテトです。これはね、もうね、パケ買いしました。この、この水色とポテトの感じ、これはもうパケ買いしております。濡れ前髪って僕のこと？さあ食べていきましょう。前髪も滴るいい前髪。食べていきます。うまっ。があるわけではない。なんかもうちょっとこう、なんだろう。この形のポテトの、なんかちょっと強い油の匂いするのかなって思ったら、そこまで強烈な油の匂いではないかな。なんか小さめ。その袋小さいのよね。私の前髪との遠近法で小さく見えちゃってるんですよ。毛量がね。さてさてさて、ヤシが持ってるから小さい。そうそうそう、私が持ってるとほら、どうしてもほら、あの全身じゃないじゃないですか。あのちょうどね、顔と前髪の位置でね。食べていきましょう。さあ食べていきましょう。うま塩味。ちょっとごついの見つけたよ。ガチムチ、ガチムチうま塩。食べていきます。音がね。袋が小さく見えるのは肩幅。きれいな。否めないよね。出てきちゃった。こだわり岩塩っていうことで、ま、
あの、お塩のね、お塩の味わいもさることながら、あのね、じゃがいもの味の変遷とでも言うのかな。じゃがいもの味わいが、あの、今まで食べたこの形の袋菓子、スナック菓子の中では、またちょっと一線を画すなと思っていて、あのね、食べ終わる最後の最後、口の中からなくなる最後の最後に、あの、じゃがいもをさ、食べた時さ、じゃがいも、ポテト、マッシュポテトとか、ちょっと揚げてないような生のポテトを食べたとき、じゃがいも食べたときさ、口にちょっとしたえぐみというか苦み、じゃがいもならではの、あの嫌じゃない苦みがあるじゃないですか。あれをね、奥の方に感じるんですよ。最初この塩味、そしてこのカリカリッとしたじゃがいもの味わいが感じれる、香ばしい味わいが、油の美味しさが感じれるんだけど、最後の最後にジャガイモ本来の苦味みたいなのが感じれて、お、もう一個、もう一個ってなる。カリ。皆さん見つけた際にはぜひ。もう6月じゃない？あと7ヶ月でクリスマスだってのにさ、本当に私彼氏できんのかな？ふと、ふとね、二丁目から徒歩圏内に住みたい。なんかさ、やっぱり軽く一杯飲みに行きたい時ってあるじゃないですか。でも二丁目から徒歩圏内はね、なかなかね、家賃も高いし、さっき動物の森配信中にコメントいただいてて、配信終わってから、読めなかったって思ったんですけども、引っ越すところやし、決まったっていうふうに、私ね、結構今年、去年、もう何年、この2、3年ずっと引っ越したいって言ってたんだけど、この間もね、内見行ってきたんですけど、まだ全然引っ越すでもなく。そうそうそう。2丁目から徒歩圏内。引っ越したいよ。なんかさ、やっぱりさ、なんか、二丁目で飲んだ時に、私、こう、それこそすぐ電車に乗るじゃなく、すぐタクシーに乗るじゃなく、ちょっと歩くようにしてるんですよ。っていうのも、まあ、酔いざましになるのと、あと、それこそ、新宿二丁目ってもう御苑のすぐ隣だから、夜の御苑から吹き出てくる、御苑の方からね、森から出てくる風がね、心地いいのよ。もう大都会東京新宿で感じる森の香り、夜のちょっとこう、ある種、生めかしいというかね。ちょっと爽やかというよりか、ちょっとしっとりとした水分を多く含んだ風を感じると、それを胸いっぱいに吸い込むと、ああ、気持ちいいな、新宿の御苑の風いいな、っていう風になるんです。
だから夜2丁目で飲み終わった後、ちょっと歩くようにしてるんですよ。酔い覚ましでね。行為の方を歩けば気持ちいいし。で、時々、歌舞伎町、明治通り、歌舞伎町じゃないんだけど、歌舞伎町のこう横を通る道があるんです。明治通りっていうね。歌舞伎町がここにあって。歌舞伎町、こっちが北ね。歌舞伎町がここにあって。ここをね、明治通りっていう大きい通りがあるんだけれども、ここ甲州街道があるんですけど、ここをね、こうずっと明治通りを歩いていくと、やっぱりね、ホストの方、ホステスさんっていうよりか、ホストの方も、すれ違ったりするんですけども、すれ違う時に、はぁ、この方たちも今日たくさんお酒飲んで帰る途中なんだなぁって思って、やっぱほら、ホストの方もさ、もう高級会社に乗っている人もいれば、一方でこうね、これから頑張るぞっていうまだまだね、若手の方もいらっしゃるんだなって思いながら、そういう、ホスト、人間模様ならぬ、ホスト模様感じながらね、帰るの好きなんですよ。最後の食材いきます。ASMR 配信だよ、これ。最後の食材いきます。ピンク色のウンティー飛んできたよね。何だったんだろうね。後でチェックしておきますね。は、視聴者の方減っちゃったね。私のね、新宿2丁目で飲み終わった後、少し歩いているっていう話、聞いたとて、最後まで見続けてくださる皆さん、好きやで。あ、前髪の間から脳みそ出てきちゃった。最後の食材いきます。本日最後の食材こちらです。だん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 、だだんカルビー、素材が美味しい、クリカリ、クリカリ写していいやつですか写していいやつですか素材の甘み、味付けなしの素材の甘みだそうです。この素材が美味しいシリーズね、毎回感動させられるんですけども。大丈夫かなクリカリ。大丈夫かな。誰か私の前髪引きちぎろうとしてた？変態？変態好きです。あ、パステルカラーの TikTok のマークも飛んできてましたね。後でチェックしときますね。食べていきます。味付けなしの優しい甘さが楽しめる体に嬉しいおやつです。だって栗を素揚げしカリッとした心地よい食感、食べていきましょう。パカ栗がパカさあ食べていきます。あ、ちゃんとチャック付きだ。こんな感じになっております。あ、見て、かわいい。後ろの方で栗がパカ。匂いチェックしていきます。ついつい吸いすぎちゃいました食べます、食べます。あ、美味しそうだね。大好きなんですよ栗食べていきます。おうん。
うーん。初めて食べる味わい。うん。音からも、違うように、甘栗系、甘栗剥いちゃいました系、甘栗。甘栗剥いちゃいました系のしっとりした、100っていう、あれとは音が違うように、このね、最初、結構、香ばしい。うん、なんか、やっぱり、ナッツとか、アーモンドとか、マカダミアナッツとか、あれ系に近い香ばしさが最初ある。うん、味付けなしの素揚げだけあって、ああいうちょっとコクのある香ばしさが最初来て、その後に馴染みある、それこそ甘栗みたいな、甘栗剥いちゃいました。そんな感じの、栗ならではの甘みが口の中に広がる。で、なるほどなって思ったのは、こう強い甘みじゃないんですよ。素朴なの。素朴で穏やかで優しい甘み。これが栗本来の味わいなんだなっていうふうに思わせてくれます。あーちょっともう一個。甘み。これ炊飯器に入れてご飯炊いたらめちゃくちゃ美味しい栗ご飯できる気がする。やっぱりどうしてもね、気になるし、最後に言いたい、カリクリ。皆さん見つけた際にはぜひ。もう栗のお菓子食べたけど、あっという間だもんね。秋もうだって夏結構半ば終わりくらいからもう全然ね、さつまいも系とか、前髪ないんだから脳みそ出てきちゃった。前髪割れちゃいました。甘栗剥いちゃいましたのリズムでね。さあ、ということで皆さん、本日のですね、前髪剥いちゃいました配信は以上です。青色のあれ、青色のバナナみたいなやつ、今のヨギボー。危ない。私だから避けれたけど、波の前髪だったら前世紀の頃のベッカムさんみたいなベッカムヘアになってましたよ。ここ刈り上げてね。さあ、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。こちらの ASMR 配信は平日の夜10時からです。明日も配信しております。この
TikTok アカウントフォローしていただくとライブ配信開始の際通知が行きますのでフォローお待ちしております。また、プロフのリンク欄からは、YouTube のメインチャンネルにも飛べます。YouTube も実はアップしておりますので、そちらもチャンネル登録いただけると幸いです。また、この後夜11時からは30分間、YouTube のゲーム配信チャンネルでスマブラ配信もしております。そちらも機会がありましたらフォローお待ちしてます。今日もたくさんね、コメント、ギフティング、いいねいただいてたんですが、途中反応できなかった方、すんません。今も最後ね、ローズいただいてたんですが、私のローズも満開になりそうです。今日もご視聴ありがとうございました。配信終わってから皆さんのギフティング、コメント、いいね確認させていただきます。映していいやつ？今日もご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。フォローしました。キュッポバイバーイ。